大変好評いただきました。すぐトレも2年目に突入しました。今年こそは自分の体のために何かいいことをしたいと誓った方、私たち講師陣がサポートをします。皆さんの近くにすぐトレがあります。ぜひ思い出して一緒に頑張っていきましょう。筋肉をこうぐーっと伸ばす静的ストレッチではなくて、肩周り、肩甲骨周りをしっかり動かしてほぐしていきます。そして血行を促進していく動的ストレッチをご紹介します。肩こりにお悩みの方、ぜひ私と一緒にやってみてください。両手の指先を肩に当てます。肘にライトがついていることをイメージして下を照らしてください。正面を照らしています。真上を照らします。横を照らします。気持ちいい、ちょっと後ろ側を照らしていただけると肩甲骨が寄ります。どうでしょうか。斜め下を照らします。肘についたライトを回しながら照らしていきますよ。正面、上、横、下、正面、上、横、ちょっとスピード上げましょうか。1、2、3、同じく反対回しも行っていきます。先ほど手をつけましたね。つけなくていいです。手のひらを上に向けてください。こんな感じですよ。そこから回してあげましょう。はい、肘が正面向かなくていいです。肩甲骨もしっかり動くけれども、そんなに肩に負担がなくできると思います。今度は四つん這いで行います。このように何か段差をつけてあげるとより効率的にできます。手のつく位置は肩の真下につきます。足を開いた方が安定すると思います。段差が下がってますので肩が下がっている状態です。この状態から前に伸ばしましょう。そのまま痛みのない範囲で肘を引きながら半円を描くようなイメージで回していきます。頭をぐっと持ち上げると首が張ってきます。頭は背骨のラインにまっすぐ延長線上に置いて回してあげると無理なく動かせると思います。実は手を持ち上げるときに肩甲骨が動きますが、実は体側とか背中の筋肉が肩甲骨の周りにもつながっていますので、そこをしっかり動かしてあげると肩甲骨がすごく動きやすくなっていきます。つま先を外側にしましょう。膝を曲げます。で、骨盤を安定させます。これで動くことがないです。もう固定してしまいましょう。股関節をしっかり開きましょう。で、股関節が硬くて開かないっていう方は足幅を狭くします。しっかり膝が外側向くって方は大きく開いてください。今度は両手を広げます。息を吐きながら体を横に倒していきます。手は足の後ろの方に下げていきますね。で、目線は上の手の指先です。もう目線変えるだけでぐっと伸び感が得られるのが分かるでしょうか。さあ、そのまま先ほどの位置に戻しますよ。今度は反対側いきます。倒して目線は上です。はい、ゆっくり戻しましょう。少しリズミカルにいきましょう。息をふーっと吐いて、吐いて戻して、これやってる時にですね、ちょっとクラクラするって方が意外に多いです。そういう方はスピードが速すぎです。または回数がちょっと多すぎです。ゆっくりご自身が無理のない範囲で行うようにしてください。動かしながらほぐす動的ストレッチをご紹介しました。血行が悪くて肩が凝ってるっていう方は、動かしてあげることによって血流が良くなり、気温が上がり、肩こりが軽減していきます。1、2回回すぐらいだと効果ないです。10回、そうですね、できれば20回ぐらい動かしていただけるといいと思います。ぜひ皆さんの生活の中に取り入れてください。